こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、2019年買ってよかったものランキングってやつを初めてやってみたいなと思います。5品トップ5。ではまず一番下からいこうかな。トップ5、5位はこちらです。じゃじゃん、レイザーのブラックウィドウライトマーキュリー。これはゲーミングキーボードですね。値段が3300元しました。約1万円。これめちゃくちゃ買ってよかったです。ただここにあのテンキー付きのやつを買っとけばよかったなってちょっと後悔です。 Excel とか打つときに数字がやっぱり上だけだと感覚的に135とか打てない、なんて言うんだろう、135でもこっちにテンキーがあるとやっぱり便利だなと思います。でこれあの USB タイプ C ではない、それがちょっと残念なポイントなんですけど、この前のやつ USB ミニ、なんて言うんだっけ、これマイクロ USB でつなげてパソコンと USB で接続なので、まあそこはちょっと残念なんですけど、この打ち心地で、なんで今までのその僕 MacBook Pro 使ってるんですけどキーボードが良くないかっていうと、やっぱ打っててあのペチペチペチっていう、このカチカチカチじゃなくてペチペチっていうのがなんかちょっと疲れる。で長文とか打つ時とか結構あの最近タイピングする機会が多くて、これが僕が買って良かったものトップ5です。後ろの質感とかもねすごく良くて良かったです。あと US キー配列なので、これも僕の好きな、このキー、スペースキーが大きくて、エンターキーは小さいんですけど、僕はあのずっと US 配列でやってるのでもう7年ぐらい、もう US 配列しか僕は使えないって感じですけど、これです。トップ5です。箱がこんな感じでした。はい、レーザーのゲーミングキーボード、これめっちゃおすすめです。よし、次4位はどれだろうな、かな、こちらです。パナソニックルミックス GH4。 これは買ってよかった、本当によかった。何がよかったかっていうと、 GH4 で撮るとやっぱり絵がすごい綺麗になる。簡単に綺麗な絵が撮れて、まあ、もちろんあのちょっとデメリットとしてそのオートフォーカスがちょっと迷うとかちょっとあるんですけど、でも軽くて、いや GH4 は本当に買ってよかったです。でバッテリーが3つもあの買った時に、僕はあの中古で買ったんですよ、これは GH4 はね。で値段が本体が19,000元なので約7万円で、レンズが3,000元か、だから1万円か、14mm の F2.5 で、ただまあちょっと後悔したところが、 14mmF2.5 はちょっと画角が狭くてグッとなるので、本当は 12mm の F1.4 パナライカが欲しいです。で今中古の値段が18,000元、結構高いんですよ。レンズって本体と変わんないんですよ。本体が19,000元でレンズも18,000元、ちょっとね手が出しづらいっていうんですけど、まあ2020年には頑張って手出そうかなって思ってます。4位はルミックス GH4 でした。次3位、3位どっちかな、まあこれかな、3位これですね。DJI オズモアクション、これも良かった。で DJI オズモアクションこれ、何に使うかっていうと、まあちょっと大きいカメラとか持って行きづらいところで、撮影しづらいところでこれがあるとですね、さっとこうまず電源がついて、ここのモニターの精度とかもすごく良くてサックサクで、これだけでもすごい快で、であとはハイパーラプス機能ってのがあって、ここにつけてピッて押してすぐ歩いただけでもブレのないハイパーラプスが撮れて、タイムラプスの進化版みたいなやつ、これでかなり救われた機会が多いです。あと電池の持ちもすごく良くて、これはマジでおすすめですね。であとまあ何が一番いいかっていうとですね、今までこういうやつってここにモニターなかったんですよ。これ今回オズモアクションから初めて搭載された機能で、
これがあるとないとで大違いで、やっぱりこう見た時にですね、こうやってほらここに自分映ってるでしょ、これがあの YouTube する人にはほんと最適です。でオズモポケットと悩んだんですけど、オズモポケットがまあ画角的にちょっと狭かったので、やっぱりこのオズモ、アクションが僕はお気に入りです。まあちょっとデメリットを言うと暗いところに弱い、それが若干弱いですけど、まあオズモアクション2とかで改善されたらいいなと思います。でファームウェアアップデートも頻繁にあって毎回改良されてるのでめっちゃおすすめです。では2位、いやもうこれはね間違いないこれだ、じゃじゃん、Google Pixel 4、ね、これスマートフォンなんですけど今の僕のメイン機です。こちらですね、 Google Pixel 4。 何がこれすごいかっていうと、なんだろうな、ギュッて押した時にここで反応が来て、今日の台北の天気は、今日の台北の天気は、今日の台北は予想最高気温25度、最低気温18度。このギュッて握った時のこのすぐアクセスできるとこと、あと顔認証の速さもう来ました、パッと。で iPhone と違ってスッてこうスクロールしなくていいってところ、あとウィジェットがいろんなところに置けるところとか、あとはなんだろう、写真機能ナイトモードが本当にすごい。もうこれで撮ってたら逆にもうミラーレスとか持ち歩かなくても写真は大丈夫。動画はちょっと僕的には iPhone11 とか、あとはミラーレス機の方がやっぱまだまだ全然綺麗なんですけど、写真はもう本当にこの Google Pixel すごい優秀、4ですね。でまあデメリットは電池の持ちがちょっと悪い。まあでもといっても、まあ、充電しながらなんだろう、いろんなとこ行った時にちょっとこう挿しとけば別に何の問題もないんで、まあ、ちょっと充電の持ち気にする人は Google Pixel 4XL か iPhone にした方がいいです。でも本当これ生活変わりました。あとはリアルタイム、録音の機能、ですね、録音機能がすごく良くて、英語だったらその文字を喋った、英語でこう例えばスピーチとか、講義とか聞いた時にそれを録音していたら文字起こしされるんですよ、ここでバーって。でかなり正確で、知らなかった単語とか勉強できるし、これはもう携帯としてじゃなくてほとんどもう生活を向上させるものとして Pixel 4おすすめです。では1位を紹介します。これ意外なって思うと思うんですけど、これヘッドフォン、もうヘッドフォンとこのケーブル、これは本当に世界変わった。これバンガンドールフセンっていうところのやつで、あ、てかまあこれ値段言ってなかったの、待ってください。この3位のやつが1万2000元です。約3万5000円ぐらいかな。でピクセルが2万7000元600元、約9万ちょい、まあちょっと高いんですけど、でももうスマートフォンだけっていう考えじゃないで、スマートフォンプラス録音機プラスっていろいろ考えると全然安いって思いました。で最後の1位がこれ、これちょっと最初買うのすごい悩んだんですけど、今までずっともうなんだっけ、何使ってたっけ今まで、てかもう携帯とかに付属のイヤホンとか使ってて、いいやつでも5000円とか8000円のイヤホンとかで、ヘッドホンか使ってたんですけど、もう今回は一気にグレードアップで、これはまあそこそこいいお値段、秋葉原のいいイヤホンってところで買いましたけど2万2000円しましたね。これは、あ、違う、1万8000円と4000円、ケーブルがだけで4000円ですよ。でこの、バンガン・ドルフセンの H8 ってやつ、これめっちゃいい。何がすごいかってノイズキャンセリングが本当に効く。で今まで騒音とかで悩んでたのが一気に消えてかなり快適になりました。でもうなんかこんなにノイズのあるところで生きてたんだって思うとちょっとびっくりして、そこも買ってよかったなって思って、やっぱりね日々の生活でほとんどこう毎日つけてます。これずっとつけてる、もうずっとつけて、でここで操作とかもできるんですよ、再生早送りとか。なのでこれは本当に買ってよかった、バンガンドルフセンの H8、しかもデザインも好きです、すごい北欧のデザイン。まあちょっとこれは奮発したって感じなんですけど、まあなのでちょっと2019年は YouTube で
いろいろと、まあほとんどでも YouTube 撮影のためなんですけど、 YouTube の撮影のために自己投資したんですけど、まあでも本当に良かったなって思います。で、まあYouTube って撮影するだけでしょって言われるんですけど、編集とかもやっぱり大変で、パソコン必要だし、こういうのも必要だしとか。なので皆さんもしよかったらいっぱい見てください。下の方に僕のおすすめの動画貼っておきますので。それではバイバイ。